嵐トークということで。嵐,で嵐さんのね、話を。西村が憧れてる先輩は、はい、松本潤くんです。そうやね、選手も言ってたけど、で松本くんが好きということで。はい、嵐トークしてほしいんや。嵐トークですかあの、西畑はね、あの、二宮くんがすごい大好きなので。<か>嵐トークします嵐くんします <laughs> <laughs> 嵐くん。くんこれ、これ、あれですよ。あのー、30分超えますよ、多分。話してたら。ラジ,ラジオ関係なくなっちゃう。関係なくなっちゃいますけど。え、なんか、嵐さんの中で好きな曲とかありますか <laughs> 僕は、ラブソースイートですね。ラブソースイートな。花田。花田です。見てた。もう見よう見まねで踊ってたんで。あ、マジで保育園とかでも。おすごい。4歳、5歳ですか、保育園なら。だって、その頃から結構踊れてたんや。そうです。ダンス習ったことなかったんですけど、見よう見まねで踊ってたんです。ああ、花田ね。はい。大学ありますか好きな曲。好きな曲。えっとね、西畑が好きなのは、 ファイトソングっていう曲か、あ,かあとはピカンチダブルか。あ<ー>あー、どっちも好きなんだよねー、これ。ハイウイトインティやってましたね、両方。そうやってた。テンション上がりました。やってたもん、テンション上げ上げ。上がりますね。上げ上げよ。もう、ファイトソングに関しては、それこそさ、あのー、俺が、受験生の時、はい、だから西村と同じ年齢の時に、こう、聞いてて、すごい励まされた曲というか、あ,<ー>あのー、だから勉強しながら、 えっと、聞いたりとか、<ー>勉強の合間とかに、ファイトソングを聞いて、こう、勇気づけられてた曲ない。や。おなるほど。だからね、あのね、今ね、多分、こう、勉強頑張ってると思うけど、はい。いいで、ファイトソング。聞きます。うん、勉強しながら。もうめちゃめちゃ聞いて、めちゃめちゃ励まされるし、すごいいいんですよ。はい。はい。で、それを 好きになったきっかけというか、嵐さんのことを知ったきっかけみたいなのあるの、えー、国立競技場でのライブの DVD D がいいのありまして、うん、それを見てて、うん、そう、センステから、こう、下から、セリで登場してくる嵐で、うん、はぁって、かっこいい,ーみたいな。それはなんや、アラフェスか。ええなんでしたっけ、ね、初の国立かなううそうですね。三角の。三角の、ま、アラウンドエージアんなんやろめっちゃ気になるわ、これ。<laughs> めっちゃ調べたいですけど、なんですかね。いや、でも、あれな。 これが分からへんってことはまだまだ。まだまだね。まだまじゃ勉強してからな。研究していきます。いやーもうね。いやだからね、こう、なんか嵐さんの話するとさ、ニヤニヤしちゃう。これあるあるなんかもしれない。なかなかこう、ジュニア同士でもさ、嵐さんのね、話をする機会ってあんまりないんよ。ないんね、ないんやけど、こうなんか、いざ話してみたら何喋っていいか分からん。分かります。なんかニヤニヤしちゃってさ。好きなんですけど、何嵐していいか分かんないって。そうやね、そこはね、大好きすぎて、 あの、わからへんくなるよな。あうん、嵐さんな。いや、もう、すごい好き。あの、だから、思ったとか、5x20 をさ、はい、見て、すごく思ったのをさ、一緒に見てもんな。はい、あの思ったのがさ、嵐さんってさ、エモいな。エモい。めちゃめちゃエモいよな。いやー、嵐さんみたいになやりたいと思いました。うん。なんか、エモーショナルなんですよ。もう、浴びに浴びたよね。<laughs> <laughs> なんやろな。ほんまに。まあ、だから、 嵐さんは嵐さんですけど、やっぱ嵐さんがこう、国民的アイドルになった意味というか、<ー>そういうものをすごく感じるようなコンサートだったので。セトリーも良かったです、ね。よねやな。トリーも良かったな。セトリーも良かったです。もう昔からの嵐ファンからしたらもう、<laughs> やな。すんごい、うんそう。密着、密集してるというか、いい曲が。完璧でした、ね。集大成やったな。もうね、これ、まてにしようか。はい、ちょっとな、これ以上喋っちゃったらほんまに尺がなくなっちゃうので、ゃじゃあ続きのお便り行きましょうか。ありがとうございました。